何ガン飛ばしてんだこれ。飛ばしてません。金出せこれ。ありません。ごめんなさい。待てこれ。ブラックチャンネル。どうしたんですか、そんなに慌てて。ヤンキーに追いかけられて。ヤンキー？最近この辺に小学生を狙ってカツアゲするヤンキーがいるらしいんだ。ヤンキーは流行ってる感ありますが、カツアゲですか。しかも小学生がターゲットだなんて、鬼ヤバな人ですね。じー、ほんと鬼ヤバだよ。怖かった。俺ちゃん、そのヤンキーさんに鬼ヤバ興味持っちゃいました。鬼ヤバってそっちかよ。関わらない方がいいって。ガカガ。なんでちっちゃく。小学生を狙ってるんですよね。だったらおえちゃんも小学生にならないと。なるほど。って会いに行くつもり。もちろんです。取れ高の予感です。じー、ヤンキー遭遇。ここがヤンキーの出没する商店街。じー、おや、あえですかね。お前今俺のこと見てたよな。はい、変な人いたんでつい。変な人だと？なめてんのか。金出せ金。じーじーじー。ありません。ひよってんじゃねえぞ。じー、別にひよってませんけど。どうしてカツアゲを？お金に困ってるんですか？別にそういうわけじゃねえよ。ただ相手をビビらせて俺の強さを見せつけたいんだ。そういうのかっこいいだろ。相手をビビらせたい、それがあなたの裏側ですか。でもなぜ小学生を相手に？じー、仕方ねえだろ。小学生くらいしかビビらせられる相手いねえんだから。カカカ。タチが悪いですね。確かに、おえちゃんに瞬殺されるほど弱々ですもんね。うるせえな。俺がもっと強けりゃな。強さとか関係なく、おえちゃんの能力で誰もがあなたにビビるようにしてあげましょうか。そんなことできるのか。おえちゃんと契約すれば、すべての人間があなたにビビるようにしてあげますよ。本当か？本当と書いて、マジか。ちょっと何言ってるかわかりませんが、その代わり取らせてもらいます。こちら契約書です。サインすればいいんだな。はい。だったら早くよこせ。ディール。ジー、イキリまくり。なんかみんな俺にビビってる気がする。言った通りでしょ。ジー、見ろよ、俺が歩くだけで周りがビビって道を開けやがる。よかったですね。あそこに高校生がいるな。ビビらせてやる。おいお前、なんですか。なめてんのかこれ。すごいですね。今の俺なら高校生にも負けないですね。これで小学生からカツアゲする必要はなくなったみたいですね。だな。あ、いや、あそこに強そうな人が。あいつはこの辺で一番の悪。あれれれれ、ひよってます。ふざけんな、やってやる。お気をつけて。じー。おいお前これ。すみません。逃げていきましたね。これで俺は最強だ。最強？はて、生きりすぎ。おいブラック、焼きそばパン買ってこいや。なんかキャラ変わりました。じー、俺が最強だからよ。なるほど、こうなっちゃうんですね。なんか言ったか。そんなことより、あそこにすごい行列が。ラーメン屋みたいだな。すごい人気ですね。食ってやってもいいぜ。じゃ列に並びますか。じー。あーん、なんで俺が並ぶんだよ。こんな行列無視だ。いいんですか、
列に並ばなくて誰も俺にビビって文句言わないぜ。ちぃ、おいお前並べよ。この中に俺に並べって指図したやついる？いねえよな。あー気持ちいい。いるよ、あたしだよ。おや、あかねさん。なんだよお前、なんでビビらねえんだよ。やるつもりか？は俺にビビんなくてもさすがに小さな女には負けねえぜ。やめといた方が。やったれ。なめんなよ。あかねさんは鬼なのでヤンキーさんにビビる効果は無効なんです。なんだよもう終わりか。最強なんだろ。ごめんなさい、申しません。ヤンキーも引退します。なんだったんだあいつ。たけか、ヤンキーさん。ヤンキーなんかにならなければ怒られることもなかったかもですね。じぃ。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼やばなテーマは君かもしれませんよ。